シキエビは伊勢エビ科に分類されるエビの一種。伊勢エビ族の最大種で、食用や鑑賞用として重要な種類である。生態の体長は5 0トルほどだが、体長6 0トル、体重5ラムに達する個体も稀に予獲される。体付きは同族の伊勢エビに似るが、東京港にトゲが少なく、複雑に横溝がない。東京港の人ロは、 暗緑色で、大々色の小突起が並ぶ。腹部背面は、高褐色で、各節に太い黒の横縞があり、両脇に黄色の斑点が二つずつ横に並ぶ。第一触角は黒いが、七本の白い縞模様があり、五体の不足も白黒の不規則なまだら模様となる。第二触角や晴らし、汚染などは赤大々色を帯びる。この様々に彩られた体色を、 二色になぞらえてこの和名がある。種商名アーナーテスも、武装した、飾り立てたという意味で、やはり退職にちなんだ命名である。アフリカ東岸からポリネシアまで、インド太平洋の熱帯域に広く分布する。日本でも神奈川県、長崎県以南の各地で記録されているが、九州以北の最終記録は稀で、南西諸島や伊豆諸島、小笠原諸島でも、個体数が少ない。 サンゴ礁の外症斜面から、小外側のやや深い砂泥底に生息し、他の異性エビ族より沖合に生息する。生態は異性エビと同様で、昼は岩陰や洞窟に潜み、夜に海底を徘徊する。植生は肉食性が強く、貝類、ウニ、他の甲殻類など様々な小動物を捕食する。分布域沿岸、特に当初部では重要な食用種として漁獲されるが、 食味は、伊勢海より大味とされている。大型で鮮やかな体食から、食用以外にも干賞用の剥製にされて珍重され、水族館等でも飼育される。ありがとうございます。